そう、ゲイリー・シェロンはエディとヌーノの両方一緒に演奏できていいなってね。ああ、確かにね、そうだよね、ね。エクストリームの元ボーカリスト、元じゃないか、今もか、ゲイ今、リー・シェロン。活動してんのかな、エクストリームっして。てるんじゃないかな、あ、といしうてか、んのか解な。散はしてないと思うんだけああ、ども、うん、だからなんやろうか、と思ったらまたいつでもって感じなんじゃないかな。なるほどね。あれ、確かスタジオアルバム1枚だけだったかな、ゲイリーが参加したヴァンヘイレンバンの。ヘイレンはそうじゃないうん。かな。バンヘイレンね、3だっけ？3でね、確ね、か。うん。実はね、僕、こう言うとちょっとなんか、すごそうなんだけど、ゲイリーと対バンしたことあるんですよ。対バン。対バン、ニューヨークで。対バンって久々に聞く名前だから。対バン。うん。ゲイリーとね、どういで、う状況なの？ニューヨークに、BB キング、ブルースああ、あったね。みたいなのってあるじゃない？あれ、なんもうかスなテーくなっちゃっジ、たけどね。なくなっちゃったの、あれ。そう、去年か一昨年ぐらいに閉店しあ、たのかそうなんだ。コな。うん。ロナと関係なく。多分その前だった気がする。まあ、BB キングもなくなっちゃったしね。うん。まあ、そこで何年うん。か前に、日本のさ、ギネス保持者で、ん。最年少プロギタリストっていうギネス記録を持ってる宮沢優斗君っていうギタリストがいて、へえ。当時何歳ぐらいだったのかな。確かね、9歳ぐらいの時にギネスに乗ったんだと思うんだよね。おお、すごいね。その優斗君のバンドで俺は演奏して、で、それがゲイリー・シェロン。で、おお。優斗君とはもともと優斗君が確か6歳ぐらいの時から知ってて、6歳か7歳ぐらいだったかな。まあ、バウハウスにお父さんがお客さんとして来てて、まあ、ある日、うちの息子もちょっと連れてきてステージで一緒に演奏させてもらってもいいですかって言われたことなるがあっほど。て、で、お父さん、まあ、若いのよ、当時ね。まあ、今も若いんだけど、まあ、その5、6歳、6歳、7歳ぐらいの子供のお父さんだからさ、まあ、当時も全然若くて、この若いお父さんが息子連れてきて一緒に演奏させてもらってもいいですかって言われてさ、ちょっと大丈夫かなって思ったんだけど、あ、まあ、大丈夫ですよって言って連れてきてもらったんでね。で、やっぱり小さくてさ、そんなギター弾けるような感じに見えなかったんだけど、実際ステージで弾いてもらったら結構弾けてさ、子供なんだけど、当時は子供用のギター使ってたかな、もしかしたら。でもまあ結構弾けて、で、そのうち海外進出も果たし、うん、いう感じでね。で、ニューヨークでコンサートやったり、あとアメリカでツアーやったりさ。ユート君はあと、オジー・オズボーンのオズフェストっていうフェスティバルあるじゃん。あれの何年か年のオズフェスト何公演かで、まあ、スペシャルゲストみたいな感じでオジーのステージで一緒にギター弾いてオジーのギタリストになったっていうこと。なったのよ。もうすごいことだよね、そ日れっ本て人すのご子い供ね。が。そう、もともとユート君ランディ・ローズ大好きでさ、ギターあ、弾いてそうたなし。んだ。そうそう、だから憧れのオジーと一緒にす全ご米いツアーオな。ズフェストで回るっていうね、ものすごい体験をしてるんだよね、ユート君。ソロコンサートとか、ユート君のね。それがさっき言ったエクストリームのボーカリストで、ヴァンヘイレンにも一時期在籍したボーカリストのゲイリー・シェロンの、まあ、前座としてコンサートやった時に、まあ、一緒に演奏したっていそれはゲイリーのバンドなの？うね。うん、それはゲイリーのバンドだった、エクストリームではなくて。あ、ユート君アメリカにいるよねって。あ、リンリーさん知ってますね、詳しいですね。そうなんだ。そう、ユト君、今、アメリカの大学生やってるんですよ。おお、クうん、レイジすーごトい、レクレジットレーだったら、YouTube でそのおじいのライブ映像を見たことがある。あ、やっぱり結構ね、イン。へえ、有名になったからね。そうなんだ。その頃から知ってて、音楽だけじゃなくてね、実際すごい賢い子供でね、昔から。ほうほ勉強もうほう。できるから、ね、アメリカの大学行ってんだよね、ちゃんと。音楽だへえ、けじゃなくて。で、素晴らしいですな。ね。